mention opportunity. Who knows that official of a shark? That's not enough to let you know about us. Codes got to follow us to see what happened. Gotta be ready to catch big baby, to take your world and the breathing in your face. Fishing gang, a fishing gang, a fishing gang, a tsuka。やりました。やっと鬼平ハントシリーズで見せることができましたね。ですね。はい。やりました。まあこのシーズンが来たなという感じで、まあ、引き続きですね、あのサイズアップ目指して頑張りたいと思います。今の決めるは何ですか。今の決めるはグラスミノーですね。グラスミノーです、はい。今日はグラスミノーのパターンですかね。まだ分かりませんけど。はい、あの去年あのヒットパターン見つけたあの交通事故パターンですね。あ、なるほどなるほど。交通事故を予想。事故演出したんですね。演出してきました。OK です。はい。じゃあ引き続きお願いします。ですね。頑張ります。じゃあ次はあの11フィートでやってみたいと思います。了解です。ジュさんなんかグラスミノーだそうです。そうですね、今自分もベイトの数が多すぎるので。そうですね、目立たせるようにちょっとカラーをピンクにして使ってたんですけど、はい、反応が得られないので、はい、またいつものセオリー通りあのクリアカラーでちょっとやってみます。探るんですね。なるほど。さあ11フィートで、はい、おお。すごいね。11フィートだから正しい釣り正しい釣り、11フィートオニヒラの目が赤く光るね。はい、かっこいいですね。タコかっこいい、かっこいい。怪しい。ルアーをあの次ルアーをメタルジグに変えたいと思います。これちょっと射程を伸ばすってことですか。いや、下を探るってことです。あ、なるほど。結構スローにみんな誘って当たりが出てないので、はい、スピードなのかなと思って。そこ速くて、はい、まだちょっと捕食活動続いてますね。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。おお、この臨機応変でなんかジグとかに、あー外れた、外れた、変えたりとか、うん、もうなんか状況に応じてるが変えたらこう変わった反応が出てますね。はい、出てきますね。針も持ってますか。針は大丈夫ですね。いやもうバラしちまった。ちょっとまだ活性が上がりましたね。お、来た来た来た、お、やったやった。おお、おお、いい、いいっすね、いいっすね。さあ、これは取りたい。お、お、カッセ上がってる、カッセ上がってる。ダブルヒットか。ダブルで、ダブルで来てるね。やばっよ。さあ、ゆりさんにヒット。ゆりさんにヒット。いい、ライトゲ、ライトタックルなので少し、はい。やばいな。やばい、だいぶ走ってるな。クロス、クロスする。大あらわですね。ああ、おお、マジか。イノ 68S でのヒットですね、はい、なるほど。ライトタックルですが、しっかりバットは残ってますね。なるほどなるほど。落ち着いてファイトしていきたいと思います。すいません、少し坂の大きいのでごめんなさい。少し走らせて撮りたいと思います。はい、はい、ママは任せなさい。任せとさんママは任せなさいよ今
自分より魚が先行してますので、はい、魚の逆からかなりテンションかかってるので自分が先行して前から引っ張る形にしたいと思います、はい、走りますね。なるほど、右側にどんどん走っていってますね。大きいですね。いいですね。70ぐらいのあるかもしれないですね。大きいね。ビッグボーイ。ビッグベイビー。もう少し走りますね。魚より先行します。行きましょう行きましょう。マジででかいな。全然だ。マジ。本当にでかい、本当にでかい。全然見えないな。浮いてこないな。やばいな。これやばいね。決めたい、勝負を決めたい。ちょっと覚悟します。ちょっとテンションかけます。ゼロまで行ったらまずいな。おお、危ない危ない危ない。うわ、走るな。やばいな、これ取れるかな。やばいな。ゼロまでは止めてもいいよな。大丈夫。うわあ、これダメだな。ダメなパターンだ。うわ、でかいな。でかいでかい。ダメだ、これ取れない。でかいな、これダメだ、取れない。これダメだ、取れない。これ食われた。絶対取れない。これ鬼平じゃないんじゃない。でかいよこれ。こんなに走らんよ。これダメだ、切れるな。いや、寄らん方がいいよ。寄ったらプレッシャーかからない。オッケーオッケー。ああ、やられた。結論まで行ったんだよ。ごめん。オッケーオッケー。ちょっと大きかったですね。でかすぎる。規格外ですね。規格外でしたね。あのテトラが斜めにこう入っていってるんですよ。はい。なんで今の角度だとちょっとやっぱりどうしてもきついですね。そうですね。魚もやっぱバカじゃないんで、この際やっぱ泳いでいくんですよね。なるほど。難しいです。ちょっとこのタックルでは厳しい大きさですね。さすがにあれは厳しい。でかかったな。あ、かなり大きかったですね。マジでかい。多分浪人か白ガラのどっちかだと思います。ですね。ちょっと多分あの引きは腕痛い。めっちゃ腕痛い。あんなでかいの入ってたんだ。びっくりだね。ああ。ちょっと想定外でしたね。想定外ですね。あ、腕痛い。何があるかわからんな。さっきのやばかったっすね。もうお手上げです。半端なかったですね。やっぱり捨ててこ登場っすか。そうですよ。そういう時はもうガチンコで行こうかなと思って。捨ててこで。そうですよ。18捨ててこですね。はい、18捨ててこ。さっき使ってたイノ 68S で、はい、先日も2本上げてたんですけど、あの時も、ここからそうですね、30メートルぐらい移動してれば魚浮いてきて、もうあの魚体見える状態だったんですけ ど浮いてくるはずところでさらに走られて潜られて、これは60の鬼平ではないと確信しましたね。確信しましたね。取れないやつ、取れないやつだって。はい。危ないです、ね。かなりの大きさですね、多分。とんでもないやつです。もうちょっと仕方ないって感じですね。でもこのタックルなら。そうですね。こういった、いつでもこういった。いや、でもやっぱりライトタックルで撮るの楽しいんですよ。そうですね。ライトで撮るとあの楽しみを味わうとやっぱりやりたくなってくるんですよ。ギリギリのところで駆け引きするってやつですね。はい。ごめんなさい。ナイスナイス。よし、よし、もうちょっと回して。よしよしよし。おー、もうちょっと待って。やりましたね。一匹だったですけど、いいサイズ上がってよかったです。いいサイズですね。今年これ初めての
はい、初めて1本目の初鬼平です。初物ですね。初物です。いいっすね、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。また明日会いましょうとか。明日も来ます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっと終わりましたね。そうですね、まあ、まだ6時なんですけど、はい、やっぱりもう1時間の勝負でしたね。みんなでやると楽しいですね。はい、楽しいですね。結構同級生メンバーなんで、はい、はい、ですね、こういうなんか場所でつながる、共感できる場所が、まあ、あるっていうのがまず嬉しいことですね。これがやっぱりゴミが増えたりとか釣り禁止になると、こういう出会いとか楽しみ方っていうのもなくなっちゃうんで、こういうのがなくならないように釣り場の維持もですね、今後もっと力入れてやっていきたいと思います。もう本当にこれだけみんなで楽しめるというのも数がたくさんいるからですからね、はい、この数が減らないように、はい、まあ、釣り場の衛生環境であったりとか、はい、あと本当はあれですよね、時期とか釣り方とか本当は制限していった方がいいかもしれないですね。そうですね、もう先進国のようにレギュレーション作ってやっていきたいと思いますね。そうですね。例えばなので、まあ、今年の僕の、まあ、レギュレーションというかちょっと決めようかなと思ったのが、まあ、どんだけ釣れても1日キープするのは1本までっていうのを、まあ、決めようかなと思います。まあ、今回の動画見てもらっても分かると思うんですけど、何百匹っている中で釣れるのって本当に数匹であってですね、もう全体の10分の1以下なんですよね。なので釣り人がどんだけ取ったところでやっぱりこの資源っていうのはそこまで影響なくてですね、やっぱり網とかで一網打尽にすることによって、まあ、資源っていうのは減っていくっていうのはあるんですけど、ただその中でもですね、釣り人がまあできる資源管理っていうのを今後ちょっと真剣に向き合っていかないといけないかなと思いますね。まあ、必要以上には持って帰らないというところを徹底すれば、はい、そうですね。去年はもう根こそぎ全部持って帰ってたんで、今年からちょっと自分の中でレギュレーション。でも僕は去年は去年で嬉しかったですけどね、だいぶご相場に預かりましたって、はい、そうですね。僕も食べたし親も喜んでたんですけど、今年からちょっと家族で取り合いながらうまくペース配分やっていきたいと思います。今回使用したタックルです。今回使用したロッドはボギーさんから出ているイノ 75S、 こちらのライトモデルですね。 ML と L があるんですけど、それの少しライトな部分、柔らかい方のロッドです。そしてリールですね。リールはおなじみのツインパワー XD、 こちらの C3000HG というモデルです。そしてラインはバリバスさんから出ているショアキャスター P、 こちらの 0.65 を使用しました。そしてリーダーですね。リーダーはバリバスさんから出ているハードトップニックス、こちらの4号を使用しました。そしてルアーです。ルアーはこちらジャクソンさんから出てるギャロップと呼ばれるメタルジグ、こちらの 5g を使用しました。こちらでまあ1回ヒットして、まあバラしてしまったんですけど、ヒットはありました。その他まあソフトルアーですね。ソフトルアーはユイ君と同じようにですね、グラスミノーの S サイズでヒットして、ジグヘッドは虫ヘッドパワーの 3g ですを使用しました。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。です、はい、いやもうオリヒラハントシリーズ第2回ということですけど、はい、まあ、いよいよシーズンインということで、はい、ユイさんとまた、まあ、ほぼタック状態になると思いますけど。そうですね。というのも同じ場所にいつもそうなんですよね。実はいつもいるんですよね。結構1年の半分ぐらい なんか、うん、かぶってる感じがしますね。なんかなんだかんだやっぱ GT もこの前もそうだったし、なんかチヌとかね、なんか夜の河川とかも行ったりするしですよね。僕の中ではもう準レギュラーなので、マジですか？よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今回も超過、はいはい、ありましたね。そうですね、ありましたね。素晴らしかったですね。はい、はい、次回またパート3で、はい、素晴らしい超過を見せていただきたいので、ね、ぜひ頑張ってください。はい、そうですね。まあ今日やってみてのまあ感想なんですけど、釣れてはいるんですけど、やっぱりあれだけいる中で1匹し、まあ、だけっていうのもあれなんですけど、やっぱあんだけいる中で1匹しか食わしきれなかったっていうのは、やっぱり、うん、自分の中では課題に残る、もっとヒットパターンがあるんじゃないかっていう課題もあるし、まあ、ユイはユイなりにこのファイトとか攻略法っていうのもまた課題も残ると思うんで、やっぱり釣りってこう達成感と課題ができて、それをまた達成するために試行錯誤して話し合ったりして盛り上がったりしてみたいな、そういうところがやっぱ楽しいし、常に課題があるからまた寝不足の日々が続くっていうのがあるんですけど、もうやっぱりそこが魅力ですね。やっぱり鬼平が入ってきてる時期はですね、ガンガン通って納得いく1年を終えれるように頑張りたいと思います。画面の向こうの皆さんも鬼平のゲームは楽しみにされてると思うので、はい、二
2人でガン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 釣る姿をぜひ見せてください。そうですね、はい、第3回もご期待ください。よし、今回もありがとうございました。フィッシングゲーム熱さ。